宮野肖像宮野肖像9月から1972年12月6日は、日本の内務、警察官僚、幹線県知事、陸軍事政長官、旧姓、土三重県出身、土様太郎の三男として生まれ、宮野富次郎の養子となる、第三高等学校を卒業。1920年、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。 同年10月、高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し刑補局属となる。以後、富山県警視、同警察部刑務課長、大分県理事官、地方事務官、長崎県勤務、内務事務官、同省警法局刑務課長、東京府所機関、総務部長、内務所機関、警保局法案課長などを歴任。1937年2月、 岐阜県知事に就任。河川改修、溶水改良事業、林道開設、戦時体制の整備などに尽力。1941年1月、埼玉県知事に転任。戦時下の対応に尽力。1942年1月9日、知事を伊岸面本館となり退官した。1942年7月7日、陸軍事政長官に発令され。 同年8月15日、第16軍軍政幹部、スラカルタコーチ事務局長官に就任。1943年3月11日、スマラン州長官へ転任。1944年12月、第16軍軍政幹部治安部長に転任し、終戦を迎えた。戦後に、公職追放となった。1972年12月6日、急性肺炎により、 東京都世田谷区の自宅にて死去。ありがとうございます。